パパジーいる？ウルムか、よく来たな。小僧も一緒か。なんじゃ、随分と大荷物じゃんが。こないだちょっとランドセルに行くことがあって、そん時のお土産持ってきた。あと他にもいろいろ珍しい素材とか。わざわざすまんの。え、今日は何の用じゃ。いつものサボりか。まさか土産を渡して終わりってことはなかろう。ま、その通りなんですけど、最近姉さんの目が厳しくて息が詰まりそうなんで。普段から存分にサボって息抜きしとるんじゃ。ちょっと詰まるくらいでちょうどええんじゃないかの。万年サボリマメイドには。万年サボリマメイドにも息する権利くらいくださいって。この間の脱走が尾を引いて面倒なんですよ。今日なんかですね。もうそんなとこでゴロゴロしてないで、ムルムもちょっとは手伝って。早く仕事を終わらせなくっちゃ。手伝ってって、休憩時間は休むもんでしょう。姉さん、それはそうだけど、休憩なんてしてたら時間が足りないの。みんなの役に立つために戦いの特訓もしなくちゃだし。ちょっと姉貴、無理してない？やっぱ向いてないって、戦うとか冒険とかそういうの。そんなのやってみないとわからないでしょ。すぐに結果が出るわけじゃないことくらいわかってるわよ。そういうブルムも文句ばっかり言ってちゃダメなんだからね。何のかんの理由つけてはいっつもサボって。この前だって。うわー、まだ始まった。姉貴のお説教、これじゃおちおち休んでらんないって。そういえば離れの倉庫から照明の替え出しといてほしいとか言われてたの思い出した。ちょっと取ってくる。待って、そう言ってまたお城から抜け出すつもりでしょ。私が取ってくるから、ブルムはここで掃除してて。いい？休憩時間はそろそろ終わりだからね。こういうとこの爪は甘いんだけど、その甘さに今は感謝しますか。静かにそろーっと抜け出してっと。てな感じで、最近妙にやる気で困ってるんですよ、うちの姉さん。お城の総点検の日が近いんで、ただでさえ作業が増えてて、ガタついた家具や調度品の入れ替えやら、か弱いメイドには過酷な重労働だ。か弱い？誰がじゃ？意外とたくましい万年サボリマメイドなら心当たりはあるな。やだな、ポポジー。老眼が進んだなら言ってくれないと、いいメガネ屋さん紹介してあげますね。ついでに、クロさんに背中のマッサージでもしてもらいますか？やめやめ、わしが悪かった。お前が言うと本気でやりそうで怖いんじゃ。ま、そんなわけで、貴重な休憩時間潰してまでやる気出されると、私としては体力続かないっていうか、気力が出ないっていうか。なるほどの、事情はわかったが、それがサボる言い訳にはなるまい。ポジーまで私に働けって言うんですか？当たり前じゃろ。こう見えてわしも新発明の秘密兵器作りで忙しいんじゃ。ほら、突っ立てるくらいなら手伝わんか。秘密兵器？それってどんな？もう、こんなところにいた。姉さん。ブルム、休憩はとっくに終わってるでしょ。あちこち探したんだから。あれ、
騎士さんも一緒だったの？あ、まさかまた黙ってランドソルに行こうとしたんじゃ。違う違う、今日はポポジーにお土産渡しに来ただけ。騎士の人がいるのは偶然。ならもう済んだでしょ。皆さん、それでは失礼します。行くわよブルム。うに、ね、襟引っ張んなって。そんじゃ失礼します。ありゃ母猫に運ばれる子猫じゃな。リンドの前じゃとブルムも肩なしじゃの。しかしこの土産の包みすこぶる重たいが、お前さんたち何を持ってきたんじゃ。菓子だけじゃこの重さにはならんぞ。もしや前に珍しい品があればとブルムに伝えとったが、やはりそうか。ほれ見てみ、ランドセルの調合レシピに薬品。こっちはジオケヘナさんの好物の詰め合わせか。あ、これはこの色つや、この輝き、そしてこのチリチリとした肌触り、これじゃあ。わしが探し求めておったのは、こんなものを見せられてはじっとしておれん。早く実験再開じゃ。ほれ伝ってないで手伝え小僧。待ちわびたぞ二人とも。実は九段の秘密兵器が完成間近なんじゃ。お前たちが持ってきてくれた土産のおかげでな。秘密兵器って前言ってた。ああ、実は住民が安心して暮らせるよう魔物に対処できる秘密兵器を開発しておってな。その名も超ギャラクティックボンバー1号。住民が安心して暮らせるよう魔物を撃退する秘密兵器にして、超火力爆薬を満載した必殺の自動追尾ミサイルじゃ。へえ、よくわかりませんけどよかったですね。パパジー好きそうだなと思って、いろいろ取ってきた甲斐もあったってもんです。で、その超ギャラなんとかですけど、それが私たちと何の関係があるんです？まさにそこじゃな。実は研究開発に使ってた素材が尽きてしまっての。すまんが、必要な素材を集めてきてくれんか。頼む、わし一人じゃ素材採集まで手が回りきらん。どうか素晴らしい素材を見つけてきたお前のその目利きに頼らせてくれんか。そうじゃ、城の総点検が近いんじゃろ。こいつの破壊力たるや並大抵ではないぞ。ワンサが出てくる廃材の処理なんかにもきっと役立つはずじゃ。いや、ほうき代わりの掃除道具にしては火力が過剰すぎません？ですけど、いいですよ、素材取ってきてあげます。ただしこっちからも条件を出させてほしいんだけど。条件じゃと？なんじゃ。その秘密兵器って作って終わりじゃないですよね。実際に使って調整して、要するに実践データが必要になるはず。で、そのデータ取りを私に任せてくれませんか？継続してテストさせてもらえれば御の字ですけど。実践データが取れるのは確かにありがたいが、面倒事を避けたがるお前が一体どういう風の吹き回しじゃ？その超ギャラクティックボンバー1号が完成すれば、今回に限らず次の大掃除も楽になりますよね。あのめんどくさい大仕事が楽になるなら、パパジーに協力するのも仕事のうちに入るでしょ、多分。ま、他にも理由はあるけど、
ってわけで、キッさん、この可愛いメイドと一緒にお出かけはどうですか？ちょっと危険もあるかもですけど。キッさんって頼めば大抵イエスって言いますよね。そういうとこ結構好きですよ。そんじゃポポジ、必要な素材のリストちょうだい。あ、一応ライラエル様のお耳に入れてから出発しますか。上を押さえておけば姉さんも口出しはできないはず。よし、じゃあお城に戻って準備が済んだら出かけましょうか。パパジーから依頼されたのは、レンズに使うフォトンドロップに混合燃料用のエーテルソーダ栓などなど。多いですね。他に私の目についたものも取ってきてほしいってことですけど、この時期の森あんま入りたくないんですよね。そういうわけじゃないんですが。ああ、キッさんはご存知ないかもですね。今の時期って森の植物の成長期にあたるんです。日の光をわんさか浴びて、大地からグビグビ水分を吸収して、すくすく健やかに大きくなるんです。何もかもが急激に成長するってことは、それだけ環境の変化が著しいってことです。キッさんも気をつけてください。特に多いのが苔なんかで足を滑らせたりとか。ちょ、キッさん大丈夫？うっ！行ったそばからこれですよ。油断するとどうなるか、これでよく分かったんじゃないですか。もう服までベトベト。上？あ、だから気をつけてって言ったじゃないですか。一応応急処置はしました。服は脱げないので、できる範囲だけですけど。まだ甘い匂いがこびりついてるような。お城に帰ったら洗濯しなきゃ。あー、面倒。キッさん、これからは私が先導するんで、絶対に指示なく動かないでください。いいですね。クリームの実の汁を拭くのに随分時間使っちゃいましたし、こっからは薪でいきますよ。よし、キッさん、かがんでください。ちょっと背中借りますよ。目標のグルーメープル樹液ゲットです。だけど冒険慣れしてそうなキッさんでも失敗することってあるんですね。ああ、文句言いたいわけじゃないです。ただの感想で、姉さんはみんなの役に立ちたいって言いますけど、ほら、物事には適材適所ってあるじゃないですか。私たちただのメイドですよ。戦うって言ってもたかが知れてますって。メイドはメイドらしく、メイドのやり方で役に立てばいいのに。戦力の増強ならもっといい方法があるんです。ポポジーの兵器なんて最たる例ですね。完成すれば別に私たちが切って貼ったしなくていいでしょう。まあ一部です。まあ私なりの打算と下心もあるんですけど、姉が前線に立つのは心配ですからね。ぶっちゃけ今回は私の思惑にキッさんを巻き込んじゃいましたね。そのお詫び。
って言えるほどじゃないかもしれませんけど、何かお礼したいです。欲しいものとかあります？紅茶、そんなのでいいんですか？まあ、来客の際は他のメイドが率先して出しますし、そうでなくても姉さんに出番取られがちなんで、喫茶に入れる機会あんまなかったかもですね。いいですよ、わかりました。じゃあ今回の依頼が終わったら、私の入れる紅茶っていうレアアイテムを差し上げます。なんかこれフラグっぽいですね。こういう約束って大抵果たされずにお涙頂戴のパターンとか、トラブルに巻き込まれる前兆だったりしますけど。そうですね、可愛いですね。で、キッさん、目の前の子グマ、どう見ても未成熟で独り立ちしてないですよね。まあ、こういう子グマがいるってことは当然こうなりますよね。てかロックオンされちゃってません？私たち。匂いまでは落とせなかったのかな。キッさんがあんなとこですっ転んじゃうからですよ。約束のお茶はこの窮地を乗り切ったらにしましょう。ひとまずこの場は退散ってことで。